ニコニコ生放送をご覧の皆さん、こんにちは。新進気鋭サード第5節を始めたいと思います。本日の実況解説が関西大学の吉村と岡本です。よろしくお願いします。お願いしますと、じゃあまず今回の産科大学の紹介をしたいと思います。じゃあまず最初に関学文系キャンパスさん、お願いします。お願いします。よいしょっと、手始めに自己紹介と本日の意気込みを。はい、関西学院大学文系の2回生の藤谷です。まあ私が、新代表となりまして、関学の文系の方も。ありがとうございます。でちょっと今はしてないんですけど、後で副代表の方も来ますので、はい、まあ、今日はその代表のパワーを見せたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあいいっすかね。あ、どうぞ、はい、じゃあ続いて近畿大学さん、お願いします。おはようございます。では自己紹介と意気込みをお願いします。2年の広川です。同じく2回の松田です。林くんの後輩たち。そうですね。あ、なるほど。林さんがちょっとね、なんかうちの代で潰れるからみたいなことを言うとったけども、あってます。まだ、潰れる、もう潰れます。なんてこった来年から近大がどういう動きをするか気になりますね。そうですね。まあ、本日多分何ポイントかな、まあ、結構いい感じの位置に近大はいた気がするんで。そんなバカな。そうかな。まあでもとりあえずトップ取っといたらなんとかなると思ってくれたら大丈夫なんで、頑張ってください。頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。とじゃあ次が大阪大学さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いしますじゃあ自己紹介と意気込みをお願いします。3回生の長岡です。よろしくお願いします。2回生の石崎です。よろしくお願いします。お願いします。意気込みいやちょっとマイナスなので。そうですね、マイナス17.2。なるほど。まあ、頑張ってください。ちょいマイナぐらい。これ僕が叩いたマイナスで。そうなんですよ、ね、原点待ってますね。もちゃさんでも暗いよ、ね、まだなんとか。まあ今日で頑張ればなんとかなるんじゃないのかなと思います。はい、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、次が、関学理系キャンパスさん。はい、おはようございます。じゃあ自己紹介をお願いします。関学1回の辻です。はい、回数1回生。1回生。あるある。2回生の森川です。フレッシュすごい若々しいですねなるほど、これから何年大学行くかわからないけどまあこの新進系に出たことを持って麻雀に取り組んでほしいかなと思います。関学理系は今はどこ。まあ9位。これ違う。関西学院大学競技麻雀研究会じゃんけん。あ、これや。マイナス 31.0。 うん、頑張れ。ワントップですね。まあ、でもこの前がトップ取ってるんで、トップっていうかこの前プラスになってるんで、まあ、この流れを持っていってほしいなと思います。はい、はい、してます。お願いします。緊張すると思うけど頑張ってくださいではでは、はい、続いて文教大学さん、お願いします。どうもはい、自己紹介をお願いします。京都文教大学3回の黒羽かけるです。1回生の松上です。お願いします。お願いします。1回生が結構見るようになってきましたね。はい、今日はちょっと誰も来れないということでなるほど、スキットを。しかしかに、はい、まあ、まともな人やったら卒論とかで上回数は忙しい。まともな人は、でも今週締め切りなんで。あまあ気合いで来てもらって大丈夫ですね。文教大学はプラス 30.6、まあ、上から4番目なんで、はい、耐えるかなと。できれば
伸ばしたい。まあここで減らすも伸ばすも自分次第なんで頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。お願いします。お願いします。じゃあ最後が近畿学生連合さん、お願いします。今日はまさかの3人ぐらい来ちゃうっていう2戦しかないのに切ない。あ、はい、座っていいですか。あ、いいですか。はい、はい、はい、おはようございます。こんにちは。じゃあ軽く自己紹介をお願いします。学生連合で来てます、神戸市外国語大学4階の山口と言います。お願いします。お願いします。オッテモン大学の一回生です。鎌木隼人と申します。一回生、はい。あ、まあいろいろあって、はいはいはい、まあ一回生。あ、そう、はい、いや純粋な一回生ではない。あ、そうですね。ですよね、はいはい、あ、まあそれは大丈夫です。はい、どうかな。まあ学生連合さんが今が前回が結構マイナス叩いちゃってトータルがプラス 12.7、うん、で、もう頑張ってくれとしか僕には言うことがないかな。はい、そうですね、はい、頑張ります。まあお二人とも今回配信対局初めてですよね。まあ緊張すると思いますけど、はい、まあまあいつも通りしっかりとした麻雀を打てば結果はついてくると思うんで、はい、まあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。以上で本日対局大学の紹介を終了します。で、今から対局準備がありますので、パワーポイントが多分映し出されると思うんで、これルールになるんで、それを見て少々お待ちください。では、1回戦対局大学。皆さんお待たせしました。それでは1回戦の対局準備が整ったみたいなので、対局室にカメラを移したいと思います。始まったみたいですね。ちいちゃば近畿学生連合さん、ドラが初。なるほど。そうですね、今回初めての配信対局に出てくれた神戸市外大の人ですね。そう、はい、え、違うかこれ。あ、文教大学。タッチワークが激しいカメラですね。はいはい、あんまり、まあ、役配が統一って文教大学がすぐに行けそうかなって感じかな。はい、頑張
学アルカディアは、まあ、とりあえず自敗整理かな。もうここはチートイツですね。あ、でもトイツ2つしかないんでちょっと微妙かな。ちゃんと頼りに見てもいいかなって感じですかね。みんな打つの早いですね。そうですね。ちょっと喋る人の身にもなってほしい。もう僕らもちょっと解説あんまりしたことないんでちょっと拙い放送になると思いますけど、ご了承お願いします。はい。で、こちは三蔵にくっついて両面立つが1個と1面です。カンパーペン生まれましたね。ヤンカンってやっぱ強いんですかね。そうですね、やっぱり枚数が普通のカンチャーにも多いんで、賞味両面みたいなとこもありますね。ずるいですね。オロチクの形やな。で、ちょっと形が良くなる。パーピン引きましたね。パーピンはつむぎ24557の形はどうさばくかですね。そうですね。ヒューマンがアンコリ、チュン、ホール。なるほど、なるほど。ここはあんまり進まんと。タイヤに向かいましたね。リャンカ埋まりましたね。やっぱりリャンカって埋まるんですね。リャンカ埋まりますね。全然埋まらないイメージがあるんですけどね。あ、白を切っちゃう。なるほど。俺は一時にもリーチを打つみたいな。白はなかんぞと。そうですね、意思表示なんですかね。ヤンマンはいらなそうですね。ここはカンサンマンが入って、おっと、白は完全安牌で、カンスーピンと。カンスーピン何がしのシャンテンかなになるのと、こっちはとりあえず初だけ持ってる。ヤンソー埋まりましたね。ヤンウソが埋まって3ピンくっつきと何がしの、おっと、カンチス、カンチーさんのテンパイ。タイヤをドライチですか。はい、2000点かな。はい、ここは三蔵と三ピンくっつき急速付きカンパーマンが、ハンローマンと急速付きになる。で、関数ピンが埋まってリーチね。サブロッソ面ピンドライチ、はい、で、ドラを引かされると。これドラ打つんですかね。これでもそうですね、ドラ切らないと。まあまあ、何切る、上がりは上がることができないんで。確かに上がり優先で見てみる。急走は現物パンチソ出上がりです。ミヤオドライチの2000点、すごいスピーディーですね。そうですね。もっと喋る人のこと考えて場に寄ってほしいですね。なんかやっぱ皆さん打ち慣れてますね。ね、やっぱ学生って言っても最近レベルが上がってきたって、この前の全国大会でも望月プロがおっしゃってくれてた。昔と比べてはみんな麻雀を打つ環境もしっかり整ってていい感じなんだろうなと思いますね。何様やねんって話ですけど。続いて親が京都文京大学、はい、ドラさんですね。ドラパーマー、うわーいい手やな。ドラパーマーヘッド、赤ウピンもあって形もそこそこ、うん、1回生くんですね、噂の。やっぱ若さは大事ですね、麻雀ですね。若いと引きもいいし。なるほど、これはまあまあ盤石。とりあえずパーマンから仕掛けていく感じですね。そうですね。いや鉄っトンが問い詰る。こっちはハンリャンマンと、まあ、ハンリャンマンの受け入れを残して、まあ、だいたい次パーピン切るやつですね。タイムアップですね。ここやんめになった。あ、ここは割と早い、早いよパーピンを切る。はい、なるほど。チーマン引いてて、チーソー薬牌は切りたくないんですかね。ここでトンのポンも軽くできるような形になります。そうですね。なるほど。あ、お、イソーさん見ました。鳥さんがイソを引いてトン、タンヤオに行きましたね。タンヤオみんな好きですね。え、イソーはいらなそう。まあみんないい感じに手が入ってますね。そうそう、3色が見えてきました。お、素晴らしい。予想が入って、予想が入って盤石進んでいきました。まあ、ちょっとここがさっきのところが埋まりにくいかなっていう感じで、他は、まあ、おーっといいところ引いてトンじゃん、ウーマン。なるほど、縦はいらんと。
もう3色しか見てないっていう感じです、ね、素晴らしい。なるほどなるほど。さあどことどこがぶつかり合うのか。おー、数層数層さすがに死ぬ。あの状況でトン切ってたらじっといつもシャンテンにも取れてますね。そうですね。へえ。麻雀っていろいろありますね。はい。ヤンピングハイブで数層スッチーピンウーピン何がしのシャンテンですね。なるほど。とりあえずリーチとか言ってくれないとあんまり喋ることがなくなってきますよね。これ積もり力を上げてくれ。ここの形もちょっと微妙なんですかね。まあ、とりあえずパワーマンとか引いてほしいな。ローマン入ったらちょっと悩みそう。と、カンリャマフリテン引いちゃいましたね。ピン引きました。まあまあ磯がここであんこやったらそうですね。だからね、あーチートイテンパイでジャストジャストで、うんうん、まあいいや、いい抵抗がつく形になりましたけども、うん、僕はやったチートテンパってる。ここはスブローマン、キューマン、パーマン何かのシャンテンっすね。カンパーマン引きましたさすがに。これでウッパーマン、ウーピンのシャンテン。タンヤオドラさん、タンヤオドライオン、利息ズボンタンヤオドライオンになるかもしれない。なるほど。ここはもうテンパりそうに。ああグダグダや。ああ一番いいとこ引いて、一番いいとこ引きましたね。ルーピンとパーマンのシャンポンのテンパイ、タンヤオドライオン確定。高めだとハネマン。なるほど。ああグダグダや。ウーピンがもうなくてパーマンがどんだけあるんだろう。パーマン、いや川にも出てないですねこれ多分。川にもないですよ。とこれは山にのパーマン。はい。なのか。山にのパーマン。パーマン。へえ、ワンパイに2枚いるとか。さすがにもうツモバンがないんで。積もれず、はい、これ入ってですかね。はい。と親の京都文化大学の一人天杯になります。なるほどなるほど。でパーマン山に2枚いたんですね。あそうですね。天杯に2枚いたみたいですね。やっぱ5人目は強いという話はよく聞きますね。王様の棺には。でトン2曲1本ば京都文化大学親の継続1回戦のフレッシュさが出ている。これはリアンピンですね。うん、吸っていける、吸っていける。自敗がいっぱいあるんでここは微妙か。いや、はい、京都文化大学いいのか。良さそうでしたけどね。手が邪魔で見えない、リハしてる。少し苦しい形ですね。近畿学生連合はうん、まあなるようになるでしょうみたいな。ああいうの自敗結構持っときたくなるんですよね。ああそうですね。なんかとりあえず重なってないときはなんとかなるだろうみたいな感じ。あと、まあ、ここは自敗整理をして、はい。イソとかの方がなんか、でもイソって麻雀の神様なんでやっぱ残した方がいいっすね。一応遠くに3色も見えるんで。なるほど。イソはそんなに早く切らなくてもいいじゃないですか。へえ、じゃあ先パーソー切っちゃう感じですかね。1458ってなんかここ一メンツでよくねって思っちゃう。ちゃんと、もう他のところにくっついたら嫌ないですけど、まあまあ、1枚ぐらいは。なるほど。フェンチスト引きましたね京都文教大学。三層ああここは上の3色が見れる。さあ赤不安を引いて、若い、若さや、かなり広いいいシャンテン。本当だ。何引いても嬉しい。嬉しいですね。そうですね。あこれ4連携にしましたね。あほんま。4連携にくっついたらどうするんだろうな。ここはもう
三色点々で上がるんかなって感じですかね。そうですね、もう泣いていってもって感じですね。でもなんか来た折りよ、ハックをつまんで、お、噂のヤンが来ましたね。チーピン、チーピンも泣いて三色バックで、しかしチーピンは積もっていたと。そしてリーチが入りました。リーチスッチーマン、メンピンドラー1かな、どうですか。メンピンドラ1、メンピンドラドラですね。メンピン赤か、赤赤ですか。メンピン赤赤で、あ、本当だ、さっき赤引いたんだ。そうそう、強いなぁ。8000、8000じゃない、1万2000罰では積もれず。なるほど、おやりって怖いっすもんね。そうですね、こうなってしまったらやっぱペイから切った方がいいんかなと思っちゃうんですよね。何しますか。今、まあ、ここは折りですね。ここはそもそもヤンピンさえ引ければ、うん、ヤンピン引いても三色ターツを払っちゃってるんで上がり目が上がり役が降りてるんですね。そうですね、9万を初打で打ってる、初打リーチ一発目で打ってるんで。そうです、1万は1枚、2枚、何枚あるんやろう。まあでも2枚ぐらいはいそう。3、4枚と川に、川0です。0、どうだ、残り4枚、何リーチになります。さあどう吸収するのかな。しれっと積もっちゃうか、もしくはまたワンパイに行かれているのか。坂大学も、うん、ですね、もうここで一緒に一緒にキーパーやめておりましたね。諦めは肝心ということですね。はい、積もりました。メンピンツもドラドラ乗らず、4000オールは4100オールのあまりですかね。そのドラドラ、なるほど、1回戦の若さが出た、いい上がりですね。赤引くとか最近全然見ないっすもんね。赤ありマージャン打ってもこれ赤入ってるんかって思いますもん、僕。時ありますね、ずっと。本当に最近サンバでも赤来なくなって、だいたい全赤じゃないっすか、いつも赤入ってるのかなこれって思うっすもん、はいはい、赤もドラも来ないみたいな。まあそれはそれで楽しいんですけどね。はい、で4000は4100オールの上がりやってるかな。もうハイパイ取ってるのに顔しか映らないと。まだ仕掛けが入りました。もう手配が見えてないところで仕掛けが入る、面白い。この麻雀は学生主体の放送なんで、すいません、拙い部分もあるのでご了承お願いします。2局日本馬、大阪大学が薬杯のシャアを仕掛けたんですかね、あれは。そうですね、うん、薬杯のシャアを仕掛けて、こっちはアルカディアは、まあ下の3色見つつ1通との天秤も取っていくのかな、うん、ぐらいですかね。学生旅行さんはまあ引くとこによっちゃ頑張れそう。あの京都文教大学はまたかなりいい形なんですが、若いですね。これヤンピン残しといた方がヘッドはないんで、先にチュンを切りたくなっちゃう。先にチュン切った方がいい、まだいいかな。でもまあ、ウーソーも残して意味もないんで、切っちゃいたくなる。いや、ウーソーは一応3色が、ゴロチの3色。ああ、まあ、横にくっついたらってことですか。確かに。先にチュンから切っていった方が。チュン切って、ああ、これでテンパイを残してしまいましたね。切ないですね。まあでも、単野は大事だと思うんで、そうですね、いらないでしょ、ヤンピン。ピンフドラ1では、単品ドラ1でないと。あ、いや、これ3品ドラ。あ、3品ドラか。3品がドラでした。なんてこった。ピンフドラ4のテンパイを。ピンフドラ4のテンパイ。しかし、単野をドラゴンになるかもしれないです。そうですね。あと、単野がついて高くなればいいんですが。もう形が盤石。これ噂のワンズン1から7まで何引いてもテンパイってやつじゃないですか、これ。そうですね、でも147はあんまり引きたくない。まあでもドラ切ってのピンフン両面になるんやったらみたいな。それだったら打点は一緒なんでね、うん、どこ引いても。確かに今はちょっと今はしょっぱいですね。
今やったらもう打算ピンで負けそうな感じはしますこれ数万とかチーマンとか引いたら一旦嘘とか打つんですかね。それとも3ピン嘘打たんな。打算ピンや全然打たないっす、ね、打算ピンですね関係なかったですね。めちゃくちゃ話をしてる間に感覚アルカリアが1通と3色のイーシャンテンにおおおおなってましたね。激アツですね。でドラム3ピンを引いて三蔵チーノリャウマンノベタンで転敗太陽ドライオン。そうそうリャウマンはあと何枚生きているのかな。1、2枚3で川に川0ですか。川0もう3枚かな。3枚ですかね。そうなるほどなるほど。まあまあ一人旅かな。開けてびっくり玉手箱タイニャオドライオン。なるほどなるほど。近畿惑星連合さん結構いい感じ。いいシャンテンです。スチーマンに取っていったら親以外もどこもいいシャンテンなんで誰が上がってもおかしくない状態なんですけども。でもリャンマンもタッチで出るってことですもんね。これあここで大阪大学がテンパやってみました。チーソー短期かパーソー短期か。まあ枚数的にテンパイトラナツ形を意識したテンパイトラナツですかね。親警戒ですかね。打数ずっとつま切りしてるから赤は切りたくない。テンパイ振り手になっちゃうとこでしたね。サブローピンのテンパイ想像の上は怖いけど他はいけそうって感じです。9番おっと気分だハウマが吸収した。おっとおっとでこれで残り1枚になったんですかね。ヤウマがそうですね。なかなかもどかしい。近畿惑星レモンの打ち止めっぽいですね。サブローピンはこれ山にいないんですかね。うちに親が4枚使っててそうかここに2枚あるんで。ほんまや順からバーサス残り1枚1枚これでリャンマンがなくなる。ここも折りですね。2人がプッシュする必要もないんでこの難を切っていき入って入って何を切るんだろうか。今そうですね端っこ切っといたら親にはならないんでまあ単要な二人テンパイ大学と京都京都大学のテンパイ二人テンパイ。なるほどなるほど若いあれやっぱイスチーマン取るんですかね。一応枚数が1枚多いんですかね。まあ何枚切れたか見てなかったですけど。イスチーマン。イスチーマン。打算ピンのイスチーマン。まあ、イーマンでは上がれないですけど。リャンウーマンのベタンよか。ああ。選択三蔵チーノって。まあ、僕は多分泣かないと思うんですけど、あの形やったら。何人うわー、これは本一だ。そうですね。すごいウーピンパーピンがたくさん見えましたけど。もうウーパーピン殺しですね。てかピンズターツほとんど作れなくなっちゃいますもんね。この辺やったらあんだけ持たれたらそうですね。もうこの一生乗らないリアムピンとかになるんでしょうね。ここは飲み整ってうわーウパーピン5枚。リアムパーピンが7枚欲しい残り5枚しかないリアムパーピン。うわーええー、京都文教大学の親番がこのもう地獄のような3ピンくっつきですねこれうわもうこれウーマン切ったんで本一というか鎮逸に一直線っていう感じですかね。鎮逸街がわからんくなっちゃうやつかな。若いしこういう対局配信の時にねメンチンとか貼っちゃうとちょっと緊張しちゃいますよね。パニクりますよね何待ち何待ち間違ったらどうしようっていう気持ちの方が大きくてまあもう堂々としてたらいいかな。もう地獄のスーピン引きしてるじゃないですか。あ、じゃあここは元からあるんか。さっきなんかペンチーピンターズを払ってます。ここ地獄のスーピン引き。でもリャンウーピンに関してはあと4枚一応あるんで
まあちょっとあそこら辺を巻くのは厳しそうかな。大阪大学はかなりいいですね。そうですね。まあでも平気に合うビンテンパになりそうですよね、あれも。そうですね。じゃあ親の色との戦いになるのかな。さあ初を重ねました。何切りますかね。もう、まあ、普通は感じですかね。受けるわ。縦受けは残る形。しかし、一度。なるほど。おっと。これチーピンを引いて。もう鎮逸しか。ヤンシャンテンマかな。ヤンシャンテンマ。鎮逸だけにするんですね。嘘ベンって切りそう。ここは進まない。あ、1回生、そうですね。おっと、これはこれでイーマン発、スッチャソーのイーシャンテン。なるほど、リーチドラ1ぐらい。いや、発がドラなんで。え、あ、ほんまや。もっと高いですね、ドラスなんです、ね、大使ウーマン、ほんまや。サブロス、スッチャソーチーテン取るかどうかですね。そうですね、初バックにとっても良さそうな順目になってきましたが、大体どれぐらいの時にね、そのまあ役配バック、まあ、この場合ドラなんですけど、ドラバックテンパイって取ったらいいんですかね。早い順目やったらまだ取った方がいいんですかね。そうですね、逆に中盤ぐらいになってくると、なんか取ったところで上がり期待ができなさそう。ターちゃんの牽制の意味も兼ねて泣く場合が多いですかね。なるほど、まあもう引きそうにないなみたいな感じで。なるほどな。さあ、これは、あ、でもここから発が出ちゃうのかどうかっていう。いや、そうですね。まあ、ここで赤グピンを引いて大阪大学がいいシャンってなりました。ネックになってたリアムピンがしかも一番いいの引きましたもんね。そうですね。リアムピンはと、これはチームワンを仕掛けて、もう発バックは、そうですね、急須を切ってイーペイコー、それイーペイコーとタンヤをイーピン打つんですかね。イーピンが、そうですね、ただあるならここが、そうですね、親がやっ、あ、これは流派出ちゃう。宝珠ヤクドライオン漫画の上がりですね。8000は8600ですよ。一応ですね、本日の方も見て先急須からでも良かったとは思うんですが、確かにそうですね、この順目が順目ですからね、やっぱりちょっともったいないです、ね、そう、まあ、若さゆえの過ちというやつですねあ、でも結構いい手入りますね、みんな最近マージやってても全然いい手入らないし、僕も最近そんなことがよくありました。なんか、まあ、ねえ、ぶつかるんですよね、手と手が。こっちドラ4まで3枚持ってる早い順目やったらあんまないだろみたいな、手役かってなるみたいな、ちょっと切なくなっちゃう。まあ、じゃあ上がったり上がられたりするゲームなんで、一騎一遊しててもしゃあないですもんね。めっちゃハイパーよくないですかここ。アルカディアのハイパーがかなりかなり良さそう。ドラがチーピンで、振られましたね。おささやかのカンパーピンに679に8を引いてかなり良くなりました。金学生連合もトーン統一になって動きやすい形、カンリャンゾイーペイコーが確定する。これは手役と手役のぶつかり合いですね。マージャン漫画を見てるような私がおっとトーンを泣いて、ウッパーピンチーソー急走のイーシャンティンかな。ぽいぽい、いや、まだ6球満も引かないとダメ。リャンシャンティンですね。ここはリャンシャンティンですね。これはもう盤石、ピンを引いてスッチャソースチーピンのイーシャンテン、ピンフイペコトラートラーぐらい。ここはもうローン引いてさらに広くなりますシート率のテンパもあるんで。なるほど、何種ですかね、10種ぐらいあるんじゃないですか。いっぱい、しゃあ、これ若いですね若いっていいな。うわあ、これ仕方ない、仕方ない。オールスターか、このウーマンは。9ピン切って一応先輩マックスに行きましたね。あ、
なさそうで、テンパイに取りやすくなりました。はい、さあ、ウフメン一応シートイツのテンパイですが、いらぬ、取らなかったです。いらない。まあだってローソドローピンやったら絶対リャンメンテンパイの方がいいですもんね、あれ。さあ、ここで大阪大学がテンパイ、ニャウソピンフドライチテンパイ。ここで一発目にドローを引かされちょっと厳しい。しかしドローは筋になっちゃうんですね。端っこ安全理論で急走かな。さあ、リャンソーが、あーっと京都文化大学がすっちゃすテンパりましたが、このウーソーが大阪大学の当たり牌ですかね。そうですね、まあでもリーチ打ちますよね、これは。メンピン速度ライチ、ワンガンから裏がいいそう。ザクメントライチ8000点の上がりになりました。なるほど、集めたものを吐き出していくのもまた若さゆえってやつですね。まあでも1万2000上がってるんで8000点、それではまだ4000点のマイナスなんで、ノーテンバッパで合わせたらまあまあそこまでプラスかな。で、親が次に大阪大学、先ほど上がった大阪大学にありました。手配はどんな感じか分からない。とりあえずペイはいらなさそうな手配なんでしょう。京都文教大学は、はいはい、まあまあまあいいんじゃないですか。9万ですね。9万ね。大阪大学がちょっと形が悪いんですけども、初が泣けたら、そうですね、噂のリャンカもありますしね。俺も役配と言ってたんで、まあまあ。お、これは初が出て泣かない、ワンスルー。4人打ちでワンスルーって何かなと思うんですよ。でもこっちも泣くほどの形じゃなかったんで、やっと今泣けるかなぐらい。そうですね、無理して初ドラドラが上がりに行くぐらいだったらちょっと面前でって感じですかね。そうですね、リーチドラドラ、もしくはリーチドラドラになってもいいかなと。何かあった時初統一落としできるのはだいぶでかいですもんね、これ。そうですね、って。なるほど、リャンカンとフェンちゃんとリャンメンと初、じゃあ9万を引いたのかな。点はまだ切らない。ダブトンのケアってどれぐらいするんですかね。ダブトンのケアは僕結構初段に切っちゃいがちなんですけど。そうですね、何かの書籍に書いてあったみたいな話はよく聞くんですけどみんな第一打トンみたいな。そう、もうなんかそのトンの切り時を誤って、こういう時にペッて切って泣かれるんやったら大体いらんから切るみたいな。まあ自敗重ねたい時はちょっと残しちゃったりしますけど、大体先に切っちゃいたいなって思う。そうですね、自敗らない時は先切っても、うん、一発じゃないですかね。逆に太田風とか残しといて。おっと、これはで、そうですね、フェンシーピンターツをもう払っていきますね。うん、そうなんだ、盤石。怒りをこもったシャーの切り方です。さあ、このカンパスを入れてどっちのリャンカンに来るか。さすがにまあまあ言いますね。そうですね、まあ、9万匹にも一応対応できるし、これでけど文化大学タイヤもついて、うん、初を仕掛2枚目の初を仕掛けてイーシャンテン、うん、数万ウーマンとどこの感じだ、リャンカンでしたっけ。リャンピンとスーピンのリャンスーピンのリャンカン。ここは文教大学、形が綺麗、教科書に書いてるみたいな形ですね。そうですね、あれ3ピン打っちゃダメなやつじゃないですか。あ、違う、3ピン打たなあかんやつですね。ローソが減ってる。これは、うん、そうですね、もう6ブロックよりも5ブロックに受けて、なるほど。これでまた立てるか。何、広いシャンテンですね。ローピンはいらない。アルカディアはもう両眼からもチーする勢いですね。こっちピン切っていいですね。リャンウピンと656です。あれは656ですか。これで一応6、9万のリャンメンに受けるかどうか。そうですね、ウーマン切って6、9万パーマン3万とサブラッソ、まあ取った方がそうなんですよ、いいですね。このウーマンを大阪大学が泣いて関数ピンの転配。なるほど、初ドラドラザンクですかね。これでチーマンがローソチーで6、9番いつ連打
これは司会せず関数ピンのまま行きました。3ピンを仕掛けつつピン引いて、これはもう無理そう。そうですね、ちょっと厳しいですね。関数ピンは山に 1枚まだありますかね。山1確かに6球満は6球満、9満があんま見えてないイメージ。ローマンが3枚、9満が1枚、まだ山に2枚ぐらいいるんじゃないですか。9満も山、9満が川に1枚あるんで3と2を3枚ですかね。3の6球満もうほとんど高値しかないという、嬉しいですね。2戦手ここがいい。チート1のイーシャンテンですが、なかなか点取らない。まで、あ、スピンが、スピンが出ない。もう降りたんですかね。もうチーマも切らないんで降りですかね。ここはチートイのテンパイから、じゃあシャンテンからメンツテのまたイーシャンテン、イーシャンテンます。さあここでテンパイと取るなら数ピンかローピンの選択になるんですが、これでローピン選びました。3ピン、あ、ローピンが取ってますね。あ、なるほど、呼び運じゃなかったですね。おっと、ここで大阪大学ゲームオーバーってやつですかね。ローマンぐらいやって切るんですかね。ローマンで、これローマンだけいきますね。通電源も1000、これは仕方ないですね。ですね、やっぱテンパイ量大事ですもんね。親も継続できますし、降りても結局は1000点以上は払わないといけないんで、まあドラ筋なんでそんなに打点も上がらなさそうですしね。詰まってもなさそう。やったらダローマンぐらいはしてもいいかなと。え、何入、学生連合の親番、まあ役配統一なんでさらっと上がって親番を継続したいかなって感じですかね。そうですね、なんか統一になっているのはシャーチャーからダムなんではない。振るわないですね。もっとこれは国士無双か。国士無双だ、ね、9万から打ってる、すごい綺麗に見える。なんかリーパイの形がね、国士無双行く気満々みたいな感じだったんですけども、ただ初段は9万、役満好きなんで上がってほしいですけどね。ただローシャンテン、グーシャンテンか引けばよかろう。1、2、3、4、5、7で、全然なかったです。前に3つ並んでるから4シャンテンかな。アルカディア何のあんこにしましたね。うわ、強え。それで どこも泣ける形に、ね、何でも泣いてとりあえず上がる。ここはあれもローマン統一になって、そうですね、チューンが泣ければ、チューン泣いてもその後の形っすよね。5566をからどうさばくかですが、そうですね、多分ヘッドをここで作らないと。ここでペンサンマンを引きましたね。負けえな、ペンちゃんなんて生まれてこの方。イーシャンテンになりましたね。スチーマンウーロンマンチュン、ここチートイチートイツもイーシャンテンになります。4枚使いはないんで何は切らないと思いますけど、まあどこだいてトイトイに行ってもいいかなって感じですかね。はいはい、リャンピン、まあ、このチュンを仕掛けるかどうかです。そうですね、でも一旦泣くんじゃないんですかね、やっぱりテンパイ大事なんで。そうですね、テンパイ、チートイツのテンパイ、スソタンキですね。スソタンキのテンパイ、チートイ出んねドラーが4枚やから、はい、これで比較的チョンを仕掛けやすくなる、はい、ここでチョンを仕掛けてパンチマンのテンパイを取らない。ほうほう、テンパイ取らなかった、取らなかったですね。なるほど、スッチマンの両面がやっぱり惜しいんじゃないですかね。そうですね、そうですね、あ、積もった。800、1600のやっぱりか、そのチートイ、そのチートイです。指折ってる。そのチートイツ800、1600の出上がりですね。出上がりじゃ、つも上がりですね。つもですね。もチートイの出上がり。つもチートイの出上がり。やってみたい。僕一回ロンって言って積もったことありますけど、ね、ロンって、あ、間違えた。あとリーチって言って積もったこともあります。怒られました。それはちょっと怒られます。はい、でも800、1600のつま上がりを得て、感覚アルカディアじゃないわ、京都文教大学の親山になりました。今後状況的には
こんな感じかな。おっと、ハイパイがまたいい。いいですね。若いな。ドラターツも完成してましたし、うん、ドラメンツか。メンツも完成してました。やっぱドラ集めた人が勝ちみたいな節ありますもんね、これ。そうですね。上がれなかった意味ないとはいえ、他の上がりが安くなるんで、やっぱ集めるに越したことはないかな。うわ、大阪大学がかなり良くですね。勝つなければもうすぐ上がれるような形で、赤ドラドラ、赤ですね。で、ロソーは持ってるのかな。さあ、カナカルカディアもいい。で、近畿学生連合、フルワンな。じゃあチートイツの3、まあ、手配から半分チートイツとメンツでやってみたいな。うわー、いいとこ引く。まあ、6チップの3しか見つつ、これで本数に行くんですかね。一旦ローマンから、ナンから行きました。ダムナン、もったいない。ダムナンなんで、ハクから一応切った方が重なった時に。あ、でも2枚切れてますね。ナン2枚切れてますか。だったらまあまあ、そうですね。ヤンマハクは本一があるから残そう。ローマン切って3色との天秤、うん、やっぱりですか。ハクから行きました。これは本一じゃないと、うわ、赤いなあ、最後な。さあ、ここも赤を引いて、アクセル連合一気に手配が引き締まりましたね。パワー60本の3色にもなればいいかなって感じですかね。うーん、いらないんだな、このチーソー。そう、いらないですね。ただ、もう下の3色見たいなみたいな。ここでどっちのターツなんですか。そう、赤浮きの死んでますね。そうですね、イースソーに固定しましたね、うんうん、と、これは何を見てるのか、いつスーピオン引きました。おっと、これは何切るんですかね。スーアンコーか、とりあえずチーソーじゃないですか。とりあえずチーソーですかね。スーアンコーじゃないのか。三連コーも見えますね、これ。チーズトイトイ、三連コー、何菓子。まあ三連コーは採用されてないんですけどね。三ピンは鳴かず。おっと、どうします。僕染める方が好きなんで、もう三ピン鳴いてるんですよ、俺多分。三ピン鳴いて、三品泣くと、この形から三品泣いても多分相当厳しいんで。あ、これ数万引いてないんで、三品ポンして、あ、レアンス瞬間役なし換算総天杯取って、両品ポンしてトイトイ天杯、適当な地が引いて本一トイトイ。そうですね、ハックは僕も切ってなさそうですが。そうですよね。うわぁ、これでも鎮一いきますね。もう全部泣きますね。おっと、ここが天杯スッチーピン、リーチドラドラ。大阪大学もう赤というものをフル活用してますね。そうですね大阪大学って健康麻雀のところで活動してるんですよね。そうですね。普段は赤あるんですか。はい、設立当時はなかったんですが、一応学ジャン連に参加するようになってからは、まあ赤ありで打ってもいいんじゃないかっていう話になって。なるほどなるほど。で、味を占めて赤の使い方を覚えて、赤のリーチと。そうですね。だっていつものルールやったらこれただのリーのみでしょ。そうですね、均衡麻雀だとリーチのみの。あ、でも最終形だからこれは曲げるのかな。そうですかね。やっぱ曲げない方がいいんですかね、こういうのって。逆牌内定とりあえずいつでも降りれる形にしといた方がいいとかになるんですかね。あ、これ上がれればもうトップが、うん、見える形なんで、うん、まあもう曲げて積もってっていう感じじゃないですか。なるほど。まあ後藤でもいいし、まあ何でもええやみたいな。ね、やっぱ赤あるないでだいぶ押し引きとかリーチ基準とか変わってくるんで、このゲームって結構面白いっすよね。そうですね、本当に全然ゲーム変わりますからね。やっぱドラが大事ですね。手役やドラは。はい、他はもうちょっと行きにくい感じなんですかね。まず文京大学がテンパりましたね。スッチーピン、しかしスーピンはここにたくさん。一応スッチーピンのおなってんで、スッチーピン対スッチーピンで、しかしあとチーピンがここにアンクになったん で、スーピンがアンコでもあるんで残り2枚。あ、いや、じゃスーピンが1枚、スーピン1枚上がれるのか。こんなにない両面ってある感じそうですね。かなり固められてますね。つまり三品も切れないし、学生連合はもう見せじまいかな。うん
京大学かたくなにダムを選択。単品ドラ1の5、一応5800はあるんで、あ、まあ、リーチ受けてるしぐらいの。ここはドラゴン引いて3枚もさあ、残りのスーピンがどこにいるのか、キューピンやった。まあまあ、お積もった、りました、強い単品積もった第1、26オール、はい、そうですね、2600オール流れです。わお、これが若さ。多分スーピンあんこで持ってるのにな俺と思って、もう片方はチーピンあんこで持ってるのにな俺と思って、俺のはチスチーピンなんだのになって思ってるんですね。それぞれの思惑を込めて何2曲の1本は。ちょっと事故が起きてる。大丈夫そうです、ね、どっかの大学のプロはドラ票をすり替えるとかいう必殺技を使ってチョンボになったっていうのが、この配信対局では伝説に言うとなってる話なんですよね。僕その話は知らなかったです。知らなかったんですか。なんかガシャンって崩してドラを変えるっていう裏技ですね。真似しちゃダメですよ皆さん。さ、今チラッと見えた京都文京大学、バーカがある、毎回赤持ってます。ストロベリーボーイですね、もはや。はい、ここはまあとりあえず仕掛けて本一まで伸びるのかなって感じですかね。じゃあ3万ですね。どこが良さそうですか、うん、いやこれは多分大阪大学じゃん、アルカディアのここじゃないですかね。ここ白と、うわあ、これ勝者に見るんじゃないんですかこれ。勝者にはないですか、まあ、あ、まあまあ、まあ、もう一つチートイツ見たいんで、僕もローソーチソーでしょ、ね、ローピンチーピンか、ローピンチーピンから切っていきたいところですね。うわでも両面ですもんね、腐っても役ドラドラでもまあまあいいかなと。あ、そう、アルカディアトップなんでそこまで大きい手を作らなくてもいいんですね。でも下と2000点差なんで何とも言えないんですよね。これ総合スコアってどのくらいでしたっけ、アルカディア。プラスですよね、確か。確か結構なプラス20ぐらいあったはずなんで、まあ最悪2着でも全然6位圏内なんで、あの、うん、そうこうしてるうちになんかもうローピンチーピン払っちゃいました。いらぬと、1打目ローピンでもいいんじゃないかな。も仕掛けて第3弦も見える石山店。おっとアルカディアトップ目ですね、これトータル141.3。あれアルカディア、あ理系の方と勘違いしました。理系の方はマイナ31。なるほど、じゃあもう別にそんなに高い手作りはいらないんで、まあでも第3弦上がってほしいですね。配信対局 で、ね、初見てない。あ、2枚切れちゃった、初第3弦なくなりましたね。あのチューンを泣かなければ初が入っていたのかな。ただ初がなくなっても役役本一ドラドラのトイトイ、あ、チューンも出てしまった。チューンを仕掛け、あ、チューン、あ、チューンも泣いてますよ。あ、つもチューン泣いてる。ハックを仕掛けたい。あ、反応しました。熱々、これで両冠と三、え、イーマンハックのイーマンハクリャンか。しかし着短期のチートイツ、これは面白いですね。これは面白い。これでも、もう、あ、これハク切ってたらすごいことになってましたもんね。ダイーマンするんかな、イーマンポンで。あ、スーマン、スーマン、あ、ゲームも取った範囲のスーマン。次イーマン出ちゃいますもんね、多分これ文京大学。これは次多分今出ちゃうんじゃないですか。あと中筋のローピン、捨て牌がちょっと気持ち悪いんでね、チートイツのケアもしてるんじゃないですか、ね、なるほどなるほど。まあでもここは何でも切るから、坂大学切り方綺麗ですね。3ピンのトイツ落として数万引いてしまったが、これは天敗ではない。9万チーマンを打つのか、9万きましたね。ハク打っちゃいそうなんですかね。9万が出る、どっちがハク引けるかみたいな勝負になりそうですね。もう最終形はハク引いたら卓球機チーマン持っちゃうんですかね。チーマン持ちましたね、さっき。でもこれでどうするんだか
あ、いい漫画出ました。これでサブローマン博の天杯薬本一ドラさん、もう羽マン確定の形ですね。もうこれ博引いたらツーランってことじゃないですか。文教大学止まるか、止まる、さすがに止まる。博切らなければなんとかなりそうですが。そうですね。あとはサブローマンがローマンしか残ってなくて、ローマンが山に2枚2枚ですね。ローマンはもう当たり牌の宝庫や、かわいそうな。はい、 G1 お帰り。いや、これはもう近畿学生連合震える。ワン、そうですね、近畿学生連合あの馬震えますね、本当に。最終出たし G1 でしょ。じゃあなんか間違いなく本一は天敗してそうで、ドラムをたくさん持たれてそうな感じがするんで。3万が全然見えてないですもんね、これ。もうノータイムで切られてますもんね。ローマあと1枚ですね。あ、1枚川に1枚あるんで。さあ、ローマどっちが掴むのか。これで2人天敗になります。アルカディアとかアクセレンゴ天敗。これで文教大学の親は流れちゃう。え、流れて日本馬ですかね。ああ、日本馬天敗もこんな感じ。ちょっとアクセレンゴ辛いですね。そうですね、ただ3着とまだ8000点差なんです。ここで万貫ぐらい積もれたら、まあまあまだトップも見える、いい上がりにはなっちゃうかな。3着と8000差か。あ、リーボーも出てる分、とりあえず5200点ぐらい、まあ3冠は上がりたいな。ザンクは4号。そうですね、とりあえずここ上がれば1600点追加でもらえるんで、まあ3900点ぐらいやったら、まあ上がりに行きたいかなって感じですかね。でオーラスでまあトップは見えずとも2着ぐらいの条件は持っておきたい。他者と1万点差ぐらいに沈めて、まあそのぐらいがちょうどいいかと。で手配を見ていく感じ。うん、そうですね、うん、親のアルカディアが今の嘘引きで少し強くなったんですが、どこも今回はそうですね、あくびしてて早くなさそうですね。お茶でも飲みに行ってきますかなるほど、なるほど。ドラを切る、何をしてるの。ここでチートイズなりアンサンテになりました。今ベンツも見て初から行きましたね。順番で初がなくなる。文教大学シャワーを切って、文教大学がまあまあ一番まとまってますかね、手配が。スカダイクはまあチートイ、臨機応変に。おっと、3問引いてヘッドができる。しかし、グケグケグケのヤンシャンテン。切ないです。でも、リャンカは強いって、この対局見てて分かるんで。リャンカできましたね。リャンカ。弱そうなリャンカ。はい、チートイツのイシャンテン。だね。顔面から切っちゃう。ウソキュソパーピー。ここは、あ、いいリャンマン落として数ワンコ行ってほしかったですね。ちょっと遠いかな。ちょっと引いて。ちょっと、チーピン。4分の1の唯一の天敗を取れない牌。チーピン打つんですかね。急走とか打っても良さそうな気はしましたけどね。メンツに未練残っちゃダメなみたいな、あるのかな。近畿学生連合の第1打がパーソンなんで、まあ少なくとも近畿学生連合はパーソン急走持ってなさそう、うん、あ、大阪だよという読みを少し入れて、急走、まあ端っこで待った方がチートイズ上がりやすいんで、ウソはメンスのことになったらみたいな感じですかね。わあ、ここでかなりいい形になりましたね。アルカディア一気に引き締まりましたね。これはスッチーマン3品かな。3品、スッチーマン3品ぐらい。3品のイシャンテン、もう3品チーしても良さそうな感じですかね。3品チー、わー、確かに、わ
上がっときたい感はありますもんね。なんだかんだちょっとこの下と5000点差が、うん、で上がっときたいかな。はい、ゆうちゃん、お前先吐くでしょ。安牌を確保して。あー、ぐだぐだや。チートイツのあと1枚はなかなか、シャンテンカラーは全然長いですからね。そう、さあ天牌換算点タイヤをイーペイコードラドラ1万2000ですね。うわー、これ学生連合掴んだ、かわいそうやな。学生連合もこれでかなり強いシャンテンになりました。ヤングマン、イスマン、チーソーキューソー、パーソー。しかしパーソーがそんなになさそう。3ピンが残り1枚ですかね。あ、0、ごめんなさい、0枚ですね。0枚もう上がり目がないと。わー、サブローピンに3ピン0、3色ローピンが3色単品単品3色、イーペイコードラドラ積もればバイマンまでいきます。単品3色、イーペイコードラドラえぐい。で、ローピンしか残ってないんですよね。だローピンが1枚何1枚山さん、いや、2枚切れてるんで、あ、3枚切れてますね。あー、順かな。大阪大学がローピン切るか切らないかさすがに切らないんじゃないですか、ね、ただテンパイ取ると少し怪しいですね。あー、確かに運気とかを重ねてしまえばこれで一応カンパーソンのテンパイ取るんかな。あーっと、スーピンはこっちはいらないやつ。ここでシャンプーにしてたら上がってたとかいうミラクルあるんですね。おっと、もぎり順待って一発調整。これパーソー出そう。川出に現物なかったらめっちゃパーソー落ちたくなりません、これ。そうですね、めっちゃリャンソーパーソーがすごい。そう、これチートイっぽくもないしめっちゃ奇妙な川っすね。さあ、ここスーピンを切るのかウーピンを切るのかですが、リーチの通って中筋のスーピンを切るんですね、の方が通りそうですね。ただちょっとチートイなのかもしれないっていうあれもある。でも自敗の並び的にチートイじゃないし、もうローピンが3枚切れてるんで、まあ、これでまさかのウーパーソー、ウーピンパーソーとカンパーソーの天牌1500点ずつもらえ、これで親がレンチャン。こうなったら連チャンする意味ってあるのかなと思うんですけどね。そうですね、それやったら残り1曲で全部決めに行きたいなと思ってわざわざ手伏せてもいいんじゃないのかな。ちょっと馬ぶったなって打ち方なのかもしれないですけど、まあでもあとは何ハンチャン打つか分かりませんけども、まあ、稼げるだけ稼いでおいてもね、稼げる時に稼ぐのがいいのかな。まあ、140何がしですしね、200点ぐらいいくんかな。1位通過したらジャンプアップして、そうですね、決勝卓からになるんで、そこも含めて、まあ稼い、国士じゃね、これ国士、国士無双の3シャンテン、え、ちゃう、4シャンテン、ウーシャンテンですね、ウーシャンテンでした、あ、ごめんなさい、4シャンテンです、4シャンテン、4シャンテン、ああ、国士行くんですかね、もう国士行くんやったら、もういつした方が早そうですけどね、今の、両天秤にしときたいところは。色がちょっと寄りすぎてるね。そうですね、こういうのそうですね、両ピンから切っていって国士と本一の両天秤でいくんじゃないですかね。さあ、大阪大学ラブナンを統一にしました。で、ここはカンパースを引く、さっき引けなかったカンパースをここで引いていく。じゃあ、ああああああ、メンツがまっすぐ行ってたらできてたメンツですが、まあ、そうです。ここで金曲星連合テンパイ、リャンウーマンの、あ、リャンメン、メンピンデンデンですかね、リーチピンフのテンパイを取りました。さあ、2000点になるのか、リーソクズもピンフ裏裏になるのか、これ本当にいい手になってそうですね。それに対して京都文教大学イーマンをもう紡ぎましたね。もういらない、これいいですかね。この形からリーマンなんでもう押す気は全くないってことじゃないですか、ね、他が結構きつい形があるんですよ。でも言いそうですよ、一発目は痛いな。
さあ、リャンゴマン結局何枚あるのかっていう話になりますわ。1、2、3枚吸収され、で、ここはない。ヤンマンがないんですか？ヤンマン1枚か。ヤンマン1枚とウーマンが2枚かなですね。ヤンマン1枚とウーマンが2枚。残り3枚のリャンゴマン、2名。これはまあ、もうどうにでもなれという感じかな。切り方が綺麗。ドラえもん。さあ、まだリャンマン引きます。残り2枚、どんだけリャンマン、もうこれリャンマン待ちでしょっていう決め打ちを入っちゃうのかな。ほうほう、一つ一つも一応見る形ですね。このリャンマンが全然ないっすもんね。これこれもウソを切ってイーシャンテに取りますからね。まあ、ここまで来たらヤンマンだろうって言って、でもこれローマン引いたらウーマン出ちゃうから先にローマンから切っちゃうみたいな。もうスッチーマン固定もうリャウマンでしょ。読まれてるな。パーマントあれ、ローマンの問い落とし、リャウマンのウーマンで上がってやるみたいな、そのヘイト効率あれですか、ウーマン短期で上がるんですかね。残ってるウーマンが赤しかないので、残り1枚のウーマン短期で、バーサスリャンマン、リャンメン、リャンマンがあと1枚あるのか。リャンマン積もう、積もりました、連品積もう、よいしょ、プラ1、1、3、2、6、1300、2600は1600、2900の上がりですかね。これはめちゃくちゃいい上がりっすね。そうですね、ウェットだって、まあ、2冊くんやろう、68じゃない、78ひたす1600やから94差埋まる。これで1万4000と3万3400やから、これでだいぶ平たくなったんじゃないですか。そうですね、これでまあ5200と何か600点入るから5%の74入るわけやから2万1000600点とかになるんで、でそこなんで一応ラス目っちゃラス目、あそこリボあるんか、リボあるオーラスですね。なるほどなるほど、オーラス、あー平たくなりました。どこアタック取ってもおかしくないなって感じですね。そうですね、ラス目のハイジャンプも一応親なんで、4000オールでもうトップですかね。4000オール、4000オールと言わずともトップ目からの 5% で上がりは足らないんか。7の出上がりで、そうですね、1万2600点差なんで、うん、77直か64直でいきますね。60分上がっちゃう70分リアハン、もうやれるもんならやってみてよって感じですよねもうそれやったらどっから出てもトップにしてあげたいですよね、70分リアハン。もう誰が上がるかみたいな。そうですね、役配も取り釣ったし、ここはあでもペンチーピンを引き入れてかなり攻めそうですが、やっぱここが少し、ね、学生連合もうトン泣いて本一のみでも全然いいかなと。本一のみの2000点だとこれは席順で一応2着になりますしけど、これでもちょっとこんな感じだったらまあ面前で仕上げていきたいかな思いますけどね。まだトン、まあ1枚目はスルーしてるんで2枚目はどうするかがすごい早めに出られたら困りますね。さあここでペン三層も引いて、愚形を引く達人ですね、すげえと9万落ちしてチュンバックの仕掛け、もう赤なんていらないしって感じですね。赤でも初切っていきましたね、おかげで両面ができちゃったよ。まあ、一旦ハク切ってテンパイしたらもうイーシャン点に取りましたね。ですね、トンヒが引いたら、あのトン引いてもテンパイ取るかな、さすがにテンパイ取るんじゃないですかね。いやでもトン引いたらテンパイ取るな。さあサーソー引いたらもう本一でいいんじゃないでしょうか。う、ね、ただ本一伝でになっちゃうのがやっぱり、まあ初短期とかに取るんですかね、適当にしか来て。ここで3層
フェンサンソーサブロピの E3 点トン引きました。これサブロ急走リアイイーソーチーソー、これイーソーもう泣かないですかね。泣かないですね。サブロ急走を引き入れてのサブロ急走パーソンのテンパイが今一番武闘かな。そうか、まあ、そうですね、イーソー3層から入ったら、そうですね、かなり広い形で、マンガンの出上がりはダメなのか、積もった、うん、さあこれ急走積もった時がどうするかですよね、本当に一旦黙るのかな。あ、でもそれやったらペンサンゾーにして1つつけて、京都文教大学がリーチテンパイ取りました。リーチウッパーマン、年品のみ、年品のみ、これはチュンの問いとたしでもおりましたね。まあでも大学はどこまでも行きますか。ここは押すなぁ、さすがに、まあ、逆転点はイシャン点なんで、さすがに今は押したいところ、ね、まあ、でも行きますね。これで当たったら仕方がないかな、どうせラスってた未来。しかし歯を食いしばって前に出ましたね。俺が欲しいソーズ全部引かれていってますけど、かわいそうですね。大学は、いや、おっと、スーソービキは換算像の展開にならない。なります。ならない。いや、なります。パスを切ったら換算層展開です。いや、ヘッドイーソーです。いや、チーソーが、あ、ほんまや、換算層展開パスを切り、リーチ打ってリーチ本一、これで、まあ、ツモはおっと、スーソーの空切り展開取らず、やっぱり気づいてない可能性もありますね、今の。さすがにないんじゃないですか。この局面でテンパイを取らない意味はあまりないんで、リーチ打ってリーチ本一やから漫画になるし、確かに。あ、で打ったのでやはり、あー、換算ぞテンパイ確かにテンパイになる。さあ、これはリーチピンフドライチ3900何区の上がり、なんと学生連合、これ席順で3着ですね。かわいそうに。いや、席順ラ…あ、耐え、学生連合補充したんや。学生連合が補充ですか。ほんまや、まあ、どっちにしろ補充してたな。そうですね、はい、合ってます。換算像、換算像が2枚切れですが、数層自分から2枚見えて自分から、自分持ってるんで、まあ、悪くなかったんじゃないですかね。まあまあまあ、なるほどね、なるほどなるほど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。と、今回トップはアルカディ ア, ア, カディアで、2着が京都文教大学、展望を隠さないでくれ。で、3着が近畿学生連合で、4着が大阪ハイジャンプ形ですかね。なるほどなるほど。まあ今回の対局見て学んだことは、リャンカンは思ったより埋まるそうですね、リャンカンすごい埋まっていきましたね。なんかペンチャンカンなんていうんですかね、受けってあんま埋まらないからすぐ払いたくなっちゃうけど、まあ案外埋まってしまうものなのかなと思いました。じゃあちょっと休憩を挟んで2回戦の準備をしていきたいと思います。カメラ途切れるのかな、これ。